皆さんこんにちは。今日もですね、RX100M7 で撮った写真をご紹介していきたいと思いますが、テーマは鳥ですね。まあ、コンデジで鳥は撮れるのかと。まあ、コンデジの中でもネオ一眼と呼ばれる、まあ、超望遠レンズっていうか、望遠が効くものがあるんですけれども、まあ、今回は RX100 なので200ミリしか寄れないよと。で、鳥を撮るんであれば、やっぱり600ぐらいは欲しいかなという感じはしますよね。はい。なので、まあ、200ミリでどんだけ、まあ、鳥が撮れるのかっていうところを、見ていきたいと思います。昨年はね、まだ僕、1ヶ月ぐらいしか撮ってないので、ちょっと少ないので、まあ、今後いろんな、また鳥の作例も出せたらなと思います。なので、まだ買ってから慣れない1ヶ月で、まあ、どこまで鳥が取れたのかなっていう感じですね。で、こちら、カワウっていう、鳥みたいですね。で、別バージョンを、別の作例としてアップしてますが、別の日に撮ってます。これ、カワウがいる川があるんですよ。はい。なので、また別の日にですね、撮ってみました。かなり羽の筋肉質な、感じが伝わるんじゃないかなと思いますが、これもね、なんか柵があってですね、結構その柵の中に手を突っ込んでなるべく近寄って撮ってます。で、このカワウはあんまりね、人が近づいても逃げないんですよね。まあ場合によっては逃げるのかもわからないんですけれども、安全圏にいるっていう何か境界線が緩いのか、まあ少し近寄れている方かなとは思いますけれど、もちろん距離はそれなりにありますね。はい。まあ、でっかい鳥なんで、まあ、でっかい鳥はそれなりに、これだけ映っていれば、少しトリミングしても、まあ、本当に RX100、シャープに映ってるんですよね。改造しているなって感じはするので、はい。このぐらい撮れていればいいんじゃないかなと思いますね。では、次行ってみましょう。はい。カワセミでございます。カワセミはね、もっとちゃんとしたところで撮りたいんですけど、実はカワウがいた、ところと同じ川なんですよね。撮影していたら、なんかちっこい鳥がいるなぁと思ったら、なんとカワセミでした。で、こちらはね、かなり距離がありますし、やっぱりカワセミは、人が近寄ると多分すぐ逃げちゃうと思うので、かなりの距離感がないと厳しいんですよね。で、これはもちろん、今回アップしてるのほぼ200ミリで撮ってはいるんですが、トリミングをしてます。で、トリミングして等倍で見たときに、まあ、ある程度の解像感で映っているかっていうところですよね。はい。まあ、それなりに、結構やっぱカワセミちっこく映ってたんだけど、まあ、ギリギリの線で、このぐらいのサイズだったらなんとか見れるかなみたいなね。ただ、もちろん、場所によってはもう少しカワセミに寄れたりすると思うので、寄れれば、もちろんいい写真は撮れると思いますね。はい。あと、連射も強いので。ただ、なんか、止まっているシーンというのは簡単ですよね。だこれが、まあ、よく皆さんが撮られる川に突っ込む瞬間とか、まあ、そうなった時にどこまで撮れるのかって言ったところなんですよね。でも、カワセミを撮りに行くのに、RX100 は持ち歩かないと思うので、まあ、本当にお散歩がてら、こういった瞬間に出会えたら、まあ、このぐらいの絵だったら撮れるっていう感じで、まあ見てもらった方がいいかなというふうに思いますね。はい。では次行ってみましょう。これ結論から言うとも失敗写真です。ピンが抜けちゃってますね。はい。白い鳥がバーッと、これ詐欺なんですかね。ちょっとごめんなさい。ここはね、ちょっと、鳥のGoogleレンズやるの忘れたんで。同じ川です、ここも。バーッといきなり、白い鳥が飛んできたので、もう瞬間にバババーともう、連射まではさすがに連射モードにしなかったんで、指で、もう鳥の範囲でカチャ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 ってシャッターを切ったうちの一枚になるんですけど、まあさすがにフォーカスエリアも、まあ設定が中央一点っていうか中央になってたんで、まあそれは抜けるだわなっていうね、感じですけれども、はい。ただこれ、しっかりと設定しておけば、これでがっしりと、ピンがあったような、写真になると思います。そしてこれトリミングはしていないので、はい。さらにここからね、もう少し鳥が
中央の位置に配置されていてピントがぴったり合っていれば、少しトリミングすれば結構いい写真になったんじゃないかなっていうね、まあ、悔しい一枚っていう感じですけれどもね。でもとっさにババッと来たような鳥はやっぱ難しいですよ、撮るのがね。で、ある程度鳥を撮りに来ていたっていう体であれば、まあこういう飛び立つ瞬間もずっと待ってられるんですけど、この時って別の撮影に出かけている、これ途中ですからね。でも、まあやっぱり RX のいいところはさっと出せてさっと撮れるよっていうところですよね。これがやっぱりミラーレス一眼結構大きいの持っていたら、まあずっと首にぶら下げてたらとっさに撮れたかもしれないけど、まあ通常やっぱりね、ずっとぶら下げたまんま自転車漕いだりとかってあんまりしないと思う。あ、ちなみに自転車で向かっていたんで、やっぱ自転車乗ってる最中はバッグに入れてしまうんですよね。なので、まあそういった時に撮るのがめんどくさいっていう、バッグからカメラを撮るのがってことですよね。はい、という部分はありますよね。なので、さっとこういった瞬間を撮れるのがいいところかなと思いますね。では次ですね。はい。こちらは別の川にいたんですけれどもね。はい。まあ、これも結構大きめの鳥なので、まあ、このぐらいの距離感で撮れていれば、RX100 の場合は結構改造しているので、少しトリミングしてあげるだけでもいいのかなと。まあ、さすがに頭のドアップみたいなものは相当、近寄らないと、でっかい鳥でも難しいかな。まあ、場合によってはね、餌あげてる人たまにいますよね。そういった環境に出会えて、結構、その人に慣れている鳥であれば、もちろん、どれだけ近寄れるかによっては、頭の、まあ、ヘッドの、ドアップとかね。まあ、最近 SNS でも、もう本当に目までめちゃくちゃ改造している画像をアップされている方も多いんですけれどもね。まあ、そこまで寄れればいいんですけれども、200ミリだとさすがに、こういったちょっと離れたところの絵作りであれば、まあ、ある程度できるんじゃないかなっていう感じですね。では次行きましょう。はい、これはちょっと以前も紹介した作例になるんですけど、縦写真だからね、わかりにくいですね。枝をね、足で掴んでいるんですよね。これごめんなさい、説明するの忘れちゃったね。それが結構面白いところ、トンビだと思うんですけれどもね。まあ、200ミリでも、ある程度トンビが、下の方に近寄ってくれると、まあ、こんな感じの絵は撮れますよ、という参考ですね。はい。じゃ次行ってみましょう。はい、こちらも同じくですね。このぐらいの距離感であれば、なんとか200ミリでも撮れるよ、と。ただ、もう少しドアップになっていくと、やっぱり400ミリ、600ミリ、800ミリぐらいは必要になるかな、っていう感じかな。で、あとは、場所によっては展望台とかあって、展望台に登れば、もっとトンビと近寄れると思うので、まあそういった立地をうまく使うというか、高いところに登れば、まあいい写真が撮れる可能性はあるんですけど、これはもう普通に道路に、立っているので、道路から撮ったトンビっていう感じですね。では次行きましょう。はい、ここから割と新しい写真になるんですけれども、まあ今、ちょうど桜が咲き始めて、これは神社で撮ったものになります。目白ですよね。もう定番というか、まあ、今本当に SNS でもいろんな人がメジロと桜撮ってますけれども、でもやっぱり撮りに行かれてる人っていうのはそれなりのレンズ使ってると思うんですよ。まあ400、600、800、まあすごい人は1200とかね。だけど、まあ200ミリだとこんな感じかなっていうね、これでもある程度寄って撮れました。なんかね、人慣れしているメジロだったんですよ。だから、ある程度寄れたけれども、200ミリだとこんな感じですよっていうところかな。あと背景のボケ感もね、ちょっとチェックしてほしいなと思うんですけれども、さすがに200ミリで撮っても、背景のボケ感はそんなに作れないかなって思います。ただ、このぐらいの絵作りであれば、まあ、桜が背景にもしっかりと見えているよといったところで、別にボケなくてもいいような絵作りなのかなと思うので、まあ、この、今の写真はあんまり気にならないですけどもね、ボケてなくてもね。では次行きましょう。はい、ここからとりあえず目白が続きます。はい。これもやっぱね、大きさ的にこのぐらいが200ミリだと、いっぱいいっぱいかなっていうところですよね。はい。まあ次行きましょう。これ少しさっきよりは寄れてますよね。なんか、手前にどん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 近寄ってきてくれて、はい。ただ、毎回ここまで目白を近寄れるかっていうとなかなか難しいので、
たまたま撮れた1枚っていう感じになると思うんですけれども、なのでね、まあ、どこまで近づけるかが勝負かなって思いますね。では次行きましょう。はい、こちらも目白ですね。可愛いですね。このピョコーンとなんか、後ろから撮っているけれども顔がしっかり見えているよみたいな。はい。あとはやっぱり桜の中に結構潜り込んで撮るから、やっぱピント合わせが難しいですね。僕の場合はもう中央に合わせて、まあ撮る場合が多いですけれどもね。では次行きましょう。はい、こちらも目白ですね。まあこのような絵作りぐらいだったら撮れるよという、まあ、参考になればなというふうに思います。まあ全然いけてるんじゃないかな。普通に見れるレベルで RX100 でも、まあ目白なんてちっこいですよ。まあカワセミより多分ちっこいですよね。はい。なので、まあ本当に小鳥っていうレベルだと思うんだけど、まあ小鳥でも、普通にこれ神社に行って、あ、目白がいるわ、みたいな鳥を取りに行ってないですからね。買い物のついでに、とりあえず RX100 で持ち歩くか、みたいな。まあ、買い物のついでとなんかいろいろと作例も取れたらいいかなと思って、出かけている最中に、まあ、偶然目白がいたので、まあ、こういった時にカメラ持って歩いていなければ、この瞬間も撮れなかったっていうことになりますから、RX100 は便利だな、というふうに思いますよね。では次行きましょう。はい、こちら、ヒヨドリでいいんでしょうか。はい。まあ、やっぱ、ヒヨドリになると大きいので、まあ、やっぱ目白よりも少し大きめにしっかり撮れますよね。ここぐらいまで大きく撮れていれば、ある程度トリミングしてもしっかりと毛の質感まで残っているので、割とこう拡大チックな、まあ写真、まあズームチックな写真に仕上げることもできるかなと思いますね。では次行きましょう。はい、こちらもヒヨドリです。うん。ちょっと距離はあるんですけれどもね。はい。でもしっかりと目までピントがいっているし、毛並みもしっかりと確認することはできますね。まあこの辺に関しては X にまた写真あげると思いますので、そちらでチェックしてもらうといいかなと思いますね。ムービーに書き出しするとやっぱ劣化かなりしたり、縦筋入ったりとかしちゃうので。で次行きましょう。はい、こちらもヒヨドリですね。うん、ちょっとこうね、桜に体の部分がうまく隠れて、ひょこんと顔を出しているみたいな感じで撮れましたけれども。はい。ヒヨドリぐらいであれば、うん、ある程度はなんか撮れるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。まあ、あとは本当に何遍も言ってる通りにどこまで近寄れるかだと思うので、鳥って特にね、近寄るとすぐ逃げちゃうから、まあ、基本的には200ミリで撮っていく感じにはなると思いますね。はい。では次行きましょう。まあ、柄とシーンは変わりまして、これはカモですかね。うん、ちょっと連写使ってみたんですけれども、はい、なんかちょうど毛づくろいして、毛づくろい、羽づくろいっていうのかわかんないけどね。はい、なんか羽をバタバタバタとしたうちの一枚ですけど、まあ、カモはでかいから、うん、結構このぐらいの大きさでも、でもこれ結構ね、離れてたんだよね。で、カルガモは割ともっと近寄って撮れることっていうのもできると思うので、うん、もっともっと、大きく撮ることは可能かなというふうに思いますね。はい。で、ちょっと次ですね。これどう思いますか？わかりますかね？違和感ですよね。これはね、全然フィルターも何もつけてないんですよ。200ミリで撮ってんですけど、RX100 の弱み、僕が何遍も言ってるデメリット、背景のボケ感がちょっとグニャっとしてしまう部分っていうところですよね。まあ1インチセンサーだから仕方がないっていうところなんですけど、ただ左上ってこれなんか、もう逆に、なんだこの効果はみたいな、フィルターかけてんのかみたいなね、なんか絵になっちゃってますけれども、これはなんか偶然こうなってしまいました。これ前ボケなのか、なんでしょうかね。でも、やっぱこう、ボケ感が少ないと二重ボケみたいな感じになって、ちょっと背景がおかしくなるっていう場面は発生してしまうかな。で、あとはここでは見られないんですけれども、まあ、RX の100のデメリット、200ミリにしてしまうと、玉ボケが切れる問題ですね。これは切れ、どうかな？大丈夫かな？はい。まあ、そこまでごめんなさい。まあ、ちゃんとチェックは、していないんだけれども、ちょっとやっぱね、背景ボケっていうのは、これはがネオ一眼であれば、全然こんな変なことにはならないですね。綺麗にわーっと背景がボケてくれたりもするので、うん、だから、
まあ、今回ほぼほぼ 200mm で撮っているんですけれども、背景次第ではこう変になってしまうよっていうね。なので、まあ、また遡って見ていただければ別に違和感のないボケ感だったりもしてたと思うんですよね。うん、でもそうですね、背景の距離感と光の当たり具合によっては、まあ、こういう風になってしまう可能性もあるので、まあ、これを直すには、まあ、最近フォトショーである AI の、ぼかし機能みたいなやつがあるんですよね。背景をうまくぼかしてくれるみたいな、なんかそういうのをもう使うしかないかなっていう、はい、感じがしますね。はい、では次行ってみましょう。はい、こちらも以前アップした作例になるんですけれども、まあこれはまあ鳥っていうか猫とカラスで、あのやっぱこうなんていうかな、珍しいシーンというかね、カラスこんな逃げないんだって。これね、カラスが最初猫の横にいたんですよ。で取らないとと思って RX100 を出した瞬間にカラスがもう上に移動しちゃったんで、まあその瞬間は取れなかったんですけど、ただこの瞬間でさえもでも一応撮れたよみたいなものが、やっぱ RX でなければこの日はカメラ絶対持ち歩かないっていうタイミングだったんで、これはね、なんか病院に行くついでかなんかで撮ったんですよね。そうなので、まあ、やっぱりそういったところでもポケットに、うん、入れておけるっていうか、まあ最近僕はちょっとね、ポケットっていうよりは、気軽に入れられるバッグにカメラを包んで、もう肩掛けしてますね。で、絶対使わないって言った時は、カバンの中に入れますけど、こう、外を歩いてる時は、なるべく出して、まあ、肩に掛けるようにしてますね。はい。といったところで、これが最後になります。いかがだったでしょうか。まあ、ある程度撮れているのかなっていう人もいたかな。そしてもう少し近寄りたいかな、厳しいかなと思われた方もいるのかもしれませんが、まだ僕も1ヶ月ぐらいしか使っていないので、これから試行錯誤してね、いろんな作例をアップできたらなっていうふうに思っております。まあぜひぜひね、あ、さっき、あと高級コンデジの需要がなんか高まってるんですかね。各社のコンデジが割と今注文殺到しているって、まあ2024年3月現在でございますが、ね、やっぱり、なんていうのかな、気軽にこう持ち歩ける。で、スマホも今、まあすごい技術も進歩しちゃってるんだけど、まあやっぱりスマホにない部分っていうのもコンデジってありますからね、機能性だったりとか、やっぱり写真を撮ってるぞっていう感じだったりとか。なので RX100 のね、後継機、もしくは RX10 のね、後継機、やっぱり出してほしいなーっていうふうにね、思ったりはしています。それまではね、どしどし RX100 で、写真を撮っていきたいと思いますので、まあ、コンデジに興味がある人、1インチセンサーに興味がある人、RX100 買おうかなって迷っている人がいたら、まあ、何か作例が参考になればなと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。Thank you.